くそー、録画が中止されちまった、録画中止されちまったって今考えた時、俺こんなトークで YouTube に動画上げてんのっていうちょっと不安がよぎったけど、続けます。いやなんかね、これ一回最小化しちゃうと動画がね切れちゃうっていうね、もう俺のねあれも切れちゃうっていうね、あブチ切れるっていうことですよ、ブチガー。でも白ひげ弱いよなこれ。だってね、一味の攻撃力が最大で 3.25 倍できついよな。毎ターン回復入れたら無理だもん。でキャベツね、キャベツ強いよな普通に。3連続 3.75 倍でしょ、同じ属性キャラで。条件は厳しめだけどいいやつだけどさ、まず俺が一番嫌なのはさ、フレンドにいないんですよ。フレンドにしてくれるね、やってくれる方がいないから、それ悲しいよね。だから俺何のためのさ、助っ人船長だっけ、なんか運営がくれたやつなんだろうね。なんかあれムカつくよね普通に。あの制度をもうちょっと変えてくれればいいのにね。なんかトレジャーマップキャラに限り、幻突スキルマックスにさせていただきます。まあそもそもスキルレベルマックスじゃねえさ船長なんていらねえじゃん。だってあれ強いて言うならよ、使うとしてもジャブラだけだよ。ジャブラパ、ジャブラで亀を周回するときのみ使う、それ以外は絶対に使わない。うん、なんかね、まあまあどうせね、まあ今度のアップデートでまあやるんでしょ、完璧にしましたよみたいな感じで、マスターバージョンみたいな感じでやるんだろうけど、って感じだよな。海賊レベルが500以上の方にのみとかね、俺今400なんでギリギリダメとかね、そういう、まあどうせやるんだろうけどね今後で。なんか100レベルごとにね優しくなる、100レベルでレベルマックス、200レベルでスキルレベルマックス、300レベルで、解放、運営指定解放、400レベルで限界突破、500レベルで限界突破マックスで、600レベルで綿飴、700レベルで、自分でカスタマイズできるっていうね。きつっ、そんなレベルまで上げたくねえわ。でもあの機能はねそんないらないですよね。いらなすぎるよ。だってトレジャーマップのキャラなんて全員悲しそうじゃんあんなね。トレジャーマップのキャラクターくらいはさ、トレジャーマップで意味がないもん、同じキャラだって。そこなんだよな。かわいそうだよ。ミホークはねまだ扱いねえや、ゴミだったミホークも。あれちょっと悲しいよね。エモいわ、エモいってキモいな、普通に。普通に普遍的に。普遍的にでズームするっていうね。アクシデントが起こるっていうね。あと、ルフィギアフォースね。これ強いよね。お邪魔を含む、すべてのスロットをランダムで入れ替え、自分のスロットを即にし、敵一体にキャラの攻撃かける300倍の無属性ダメージを与え、一ターンの間、一味の属性相性強化 1.75 倍。これ、破格の強さですよね。で、その次にこれですよ、エース。エースも強いと思う。サボね。サボはね、白色タイプむちゃくちゃ強いと思うんでね。ワンダ。ワンダと組み合わせればね、全スロ1ですからね。うん。お邪魔。で、全スロ1に攻撃力に、ダイ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 ってできるからすごいいいと思います。船長が白色タイプなら白色タイプキャラの属性スロットを自属性スロットに変換し、一ターンの間敵全体の防御力を激減、一ターンの間防御力ダウン中の敵に与えるダメージが一人で完結できるっていう強いよね。でも船長効果あんま強くないですけどね、そんな強くないですから。ごめんね、うるさくて。で、サンターンのキザルもね、
キザルが俺トレジャーマップ史上そのなんだろうな、つなぎ合わせキャラみたいので最弱だよね。冒険開始時必殺ターンを1短縮し、技心地の、攻撃を 2.5 倍にし、1ミニ、技心地属性がそれぞれ1体以上いるときチェーンケース増加量が 1.5 倍になる。あーでもなんか意外に強いな、意外に強かった。あでもそんなに強くないか、でも強い、強くはないけど、絶対的にチェーンケース量が増量が固定で 1.5 倍でさらに 2.5 倍だから超絶雑魚じゃないけど、なあちょっと遊びで使う程度だよね。でもゾロ三次はやっぱ強いよな。技と心属性を 3.75 倍にし、技と心属性は技心属性スロットが有利扱いになって、敵1点全ての防御効果を無視してキャラの攻撃かける30倍の属性ダメージを与え、一旦の間技と心属性のスロットの影響が 2.25 倍、一旦の間30アンドゾロになる。で入れ替え効果でチェインケースプラス 0.5 できる、エンハンスが2つ揃ってる強さ。うん、ではまあまあ普通にスロット変化もできるしね、強いですよね。2回も変換しちゃったらチュインクルチュインクルってやってさ、そうやってやったらむちゃくちゃ無敵になるってわけでしょ、突破前に。それでもチュインクルチュインクルですごい強いよね。まあ次はね、ジャックじゃないかって言われて7月中旬にね行われるジャックですよ。ジャックと豆の木、うん、ジャックが来ると、うん、一応クマ、フジトラ、フランキー、シーザー、ヘラクレス。ヘラクレス全然スキルレベルマックスじゃないな、クマあとちょっとでスキルレベルマックスなんだな。でフジトラ、フランキー、シーザーで、ハンコックがね、あれマジハンコックむずすぎて俺諦めた。俺雑魚プレイヤーだからさ、ハンコック全然クリアできなかったけど、ハンコック強いよな、普通に戦場効果。3ターンの間チェーンケース 2.5 倍工程で敵全体攻撃1ターンチェーンで自分と船長のスロットを持続性スロットに変換できちゃうって強いよね。決戦回強くしすぎだよね。それも2ターン早まってるし。まあ、どうせなんか早まるんだろうけどね、海賊状態ハンコックのターンが。まあ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 ってね、こういうね中途半端なものまねすると滑るんで。クロコダイル、ビッグマム、エース全部持ってます。やったー。いてててガチャゲンはプリン、ゼフペコムズ、卵、男爵と。まあまあ夜明けの晩にまあまあまあすべて転ぶまあまあまあ100ワットではまあ違うな、まあ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 汚い舌を見せれうんくスタイル。でも喋ること今日やっぱ特にないな、そんな喋りたくなかったんだろうね、もう眠りたい気分だったわ。あーでもその代わりに膝が痛いな。なんだろうな、特になんもないんだよな喋ること。あーそうだ、日本代表批判ね、あれひどいよね。みんななんかさ、みんななんかよくわかんない、ツイッターの山田ドンゴルンスルンレンチンさんとかさ腰抜けジャパンとか言ってさ、ひどいなーって思っちゃうよね。なんかもうギャグの領域みたいなディスり方するから俺大っ嫌いなんだよね、そういう人。うん、まず批判っていうのは俺大嫌いで見たくないんですよ。うん、本当に大嫌いなんです批判だって。もうマイナスなんですよそのことが。でロリルルルリルリドゥティドゥルリドゥルリルルルリルルルリルリルルルルリ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 ルル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 
てってららってららってららってるてててるてててるてれれ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 キモオタ、キモウォタ、キモオタニート、RT ヨロ、キモオタクデブ。ね。あのね、やっぱりね、俺デブって言われたら傷つくんですよ。デブなんですよね。だったら痩せればいいじゃんって言われるんですよ。俺痩せたくないんですよ。なんで痩せたくない？痩せたいんですよ。痩せたいっていう願望あるんだけど、痩せるためにかかる努力がね、もう辛いなーと思ってっていう。やっぱね、もうムカつくんすよ。外歩くとくせんすよ。俺鼻いいから、言い訳じゃないですよ。やっぱ外歩いててくせんでな、梅雨の匂いとか。うん。なんかもううんこの匂いとかするし、普通に。なんか、犬とか、もう下手したらもうね、牧場。牧場大嫌いなの。水族館嫌いになるとか、ああいうの嫌いなの。くせんだよ。やっぱり。悪いけどね。まあ生きてるって証拠かもしれないけど、くせえもんは嫌いなんだよ。だから納豆大嫌いなんですよ。マジでね、見た目も匂いもやべえ食べ物でみんなこぞって食ってるって、もうみんなバグってるよね。いや俺納豆絶対俺も死んでも食わない。うん。死んだ方がマシじゃないけどね、全然もう食ってそれとぶん殴る食わしてきたやつ。もうボッコボコにするマジで。二度と飯が食えねえようにしてやる。俺それやられたら。で、こんなんやったらさ、もう普通になんか、面白い前髪になってんな。あ、鬼畜の。冷徹あれ読めないんで俺漢字も英語もダメなんだよな。人間としてもやばい。ミュートしてあ山田ドルゴルスレンさんね意外に全然違うな。これほんとクソだからなこいつ、うん、腰抜けジャパン客早く ゴミだわマジで。でもこの人ゴミって言ったら怒られるんだよな、オタクとか言われて。でもさ、まあね、そのなんかまあこの人のねネタギャグだからね。そんな俺大嫌いだけどこの人、うん、だからミュートにしてるし、次なんか現れたらブロックしますけど、それがツイッターですから。いやーでもまあこういうのバレちゃうんですけどね、本人に。やっぱね、悪口千里をかけるじゃないけどね。いやーもうほんとやめてほしいけどさ、その、な、悪口っていうかさ、表現がきついんですよ。やっぱ確かに僕も確かにみたいな感じで、確かに音としてはすごいきつい音ですよ。でもやっぱりね、人がなんかブー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 言ってんの見ててね、いい気持ちになるわけがない。うん、それはなんかもう違う生物だと思う、それ見て。うひょひょって、あ、ひょみたいなね。いや、こんな、山田ドルゴルスレンさんがこんなん見たらもうね、気も死ねオタクみたいになってるけど、まず俺、オタクって何なんだろうね。俺はオタクじゃない。でもね、俺にわかなんですよ。なんかね、もうとにかく知識がない。オタクじゃなくて俺は言っといてください。俺はキモい人間です。これ重要なんですよ。キモオタじゃないんですよ。僕ただのキモい人間なんですよ。何かに熱心してやってることもないですから。もうキモオタよりも下、キモオタ、キモウォタ、それよりも3つくらい下なんでね、俺キモ人間なんで。やばいよね、もう。だから俺がハマってんの YouTube くらいですよ。YouTube でね、違法ワンピースバックバー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 見てね、これ今人工知能にね、今スマホで聞かれてる、パソコンでこう、このカメラを通じてなんかアメリカのとこに聞かれて、俺は多分火星移住計画にも、なんかもし火星移住みんな行けるよ。あ、はじまきよしおくんだよね。あ、ダメだよ君。だって、で、地底に住む計画でも、あ、はじまきよしおくんだよね。ダメだよって言われても、もうやだな、もう人徳ゼロだもん。いや、マイナスの領域。本当に、もうね、ワンピース、違法ワンピースばっか見させて、最近なんか、違法バキドウの賢人とか見てさ、もう、ここまでのクズ人間いないよ。でも捕まりたくない。なるべくこういう事実を隠して、俺はね、のうのうと暮らしていきたい。うん、許してくれ。僕は悪くない。アップロードしたやつが悪いんだっていうね、テンプレをね、言って、本当に逃げていきたいよね。本当、警察から。いやー、もうね、ゴミだって思っちゃうよね。でもな、俺オタクってなんかそういうの見るたびに俺嫌いなんですよね。だから俺ミュートワードにしてるんですよ。俺なんか言われてないけど俺の気持ち、あと男についてなんか言うやつとかね。
あと今日気持ち悪いなってツイートあったのは、なんかマタニティマークみたいのつけてどいてくれないとかさ、いう気持ち悪いババアがいてさ、知らねえよそんな、口で言えよと、お前には口があるんだろうと、何のために人間は喋られるんだよって、喋れるんだよ、喋られるんだよってね、ラヌキ表現ですよね、喋れるんだよっていう話じゃないですか。何のためにお前は口を持ってるんだと。ね、相手に何かを伝えるためだろう。なんでそれマタニティマークですか、どいてくださいみたいな。それで40のあの油ぎっしなおっさんとか言って、おめえ気持ち悪いぞなあそれって思いますよ。マタニティマーク、そんなね免罪符みたいなパワー持ってないですからね。もういっそのことマタニティマーク柄のもので体全部なんかもうマタニティマークのタトゥーとかしてさ、それでやればさすがに、あ、すいませんドクターもやべえもんそんな人、メガネの縁も全部マタニティマーク、髪の色もそのマタニティマークができるように髪を染めてさ、肌も全部マタニティマークタトゥーにしてさ、服もマタニティマークで、マタニティマークカバンみたいなの、それでやればマタニティマークズボン、マタニティマークで、やったので、やれば、そら、こいつやべえって言って、みんなで、出してくれって言って、もうね、電車逃げていくと思う。それ面白いな。またニティマーク立てるんで、めちゃくちゃ物議かもす。俺がね、もし有名になった時は、この動画を引き合いにね、こいつはね、すごいひどいって言われるよね。うん。むちゃくちゃ叩かれてる。でもさ、むちゃくちゃ面白くない？またニティマークタトゥーで顔がバババババってさ、そう、もうね、ピンクパンサーなの。マタニティーマークパンサー。うわ、むちゃくちゃ面白いですよ。そんなやつがさ、いたら、さすがに毒よ。みんな、あ、もう寝てもいいんでって。寝てください、この椅子を使ってって。怖い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 。おのどは乾いてないでしょうかね。みんな言うと思うよ、本当に。おのどは乾いてね。ご機嫌麗しいとか、もうそんな、本当にやばい。俺そんな見かけたらマジでね、笑っちゃう。腹抱えて笑っちゃう。マタニティーマークタトゥーって、パワーワードだな。ストロングワードですよ。いやでもね、ストロングワード。まあ、力ワードですね。力言葉。うん。千葉。力言葉。うん力言葉。パワーワードって言いたくないんだよ。パワード。パワード。パワード。パワーワードってダサくない？なんか。かっこいいけどダサいじゃん。みんなが使ってるから。なんだ、力言葉。声なき声に声を。そういうことでね。なんか調子に乗ってきたな。調子が乗ってきたな。なのか、調子に乗ってるのかね。両方でございます。調子に乗りながら調子が乗ってきました。まあそんな感じでね。すごいツイート見たなって、こんなツイッターで晒してね。やべえ人もいんだなって。ツイッターね、あれ17割やばいやつしかいませんからねっていうのをね、このフレーズ、昨日思いついたんですよ。だから言ってやろう。バスコン決めました。誰も笑いません。ここ動きつけるのね。あ、こうやっていけば、みんな笑ってくれるでしょうみたいなのことをやってる、こいつキモいって思われるような動画ですね。まず、滑舌ができてないんだよな、俺は。お腹痛い。うんち、ブリブリ、ブリブリ。天気ビリビリ、ダブルブン。ダブ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 おーおーサニーボーイ猛毒をラッパーのミンボーサニーボーイハーモニカ手のひらに底なしブルー唇に底なしブルーデレベデベレドゥドゥディディドゥドゥドゥディディドゥディ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 ドゥドゥディ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 ドゥドゥディディディディ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 ドゥディ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 ガブガブガブワオブレ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 ドゥブルドンドンドンドゥブドゥブドン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 ダンダダダダダダダビーバババラバンウンバババラバンビーバババラボンバババラバダバダバビーバババラボンバババラボンビーバババラボンバババラバダ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 ババッパッパッパッ
川口仁さんの、リプライ見ます。薬してもいい、あなたみたいな人がいるから薬がなくならない、薬するか俺かっけーってなるんでしょ、相馬さんとヘキホンにだけは目がかかるなとか言っても無理なんでしょうね。面白い。それに対して薬やっていいとは一言も言ってなくね、あなたみたいな人がいるからバカがいなくならない、バカなのに勝手に解釈して他人を否定してる俺かっけーってなるんでしょう、バカはバカなりに家族にだけは迷惑かけるなとか言っても無駄なんでしょ、バカにつける薬はないしねって、すごいこの人の文にギュン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 って代入してやってるっていうね。この人どんな気持ちなんだろうね。ステアカっぽいのかな。あ、これだ、コッティンさんだ、コッティンさんの意見、コッティンさんの意見、疑問はこの川口って男がいかにブレてるか、自分と無関係なラッパにまでこびへつらう人間感を荒らして敵だと思います、フォロワー数が多いだけの勘違いであなたは芯がある人、なんかね、私もあなたのことを討論してる、この男のことを全く知らない、傍から見てるとこれただにファンの思いが、ああ言えばこういう系のスネオ系クソガキってだけですよ、こんな男のためにあなたの大事は無駄にならないよう願ってます。まあまあ、なんか、うんって思うけど、コッティンさんもなんかちょっと、まあいいとは思うんだけどね、ジンさんが合ってるとは分かんない。分かんないっていうか、俺はジンさんが合ってるってわけでもないと思うし、インターネットで、まあ、いいね、なんだ、SNS で他人の最もらしい正論いいねして、自分の正義によってる自分の意見を、インターネットでしか言えない生きた屍、SNS の中毒者、SNS 中毒者の方が多くてきつい。ツイッターとか大麻合法にしろとか言ってるやつはくだらねえって言ってたのに、そういうカルチャーだと許しちゃうジン君、私まだ子供だから分かんないや。いや、なんかこれ煽る必要ないんだよね。私まだ子供だから分かんないやって言ってさ、なんであなたは煽るんだろうなって思って、普通に意見からぶつかり合いをすればいいのに、私まだ子供だから分かんないやって言われたらカチンってきませんか。わざとカチンってくるように言ってるのは俺どうかと思うんですよね。なんでその一言余計だよな。その一言言ってる時点でなんか、まあ、なんか討論、まあ、こんなツイッターみたいな場所でなんかその意見なんかディスカッションしなくていい。泥のディスカッションなんでこんなしなくていいと思いますけど、ラッパーはイリーガルだからやってる。合法とか騒いでるやつだと持ってけちゃうんじゃない。後者の方が回りくどくて見てられない。私もラッパーめっちゃ好きだし、悪い人でもブレてない人たちとなぜか友達になりたくなるけど、え、どういうこと、悪い人でもブレてない人たちとなぜか友達になる。何にもよくわかんないな。まずラッパーに対して俺知識なさすぎるからな。なりたくなるけど、でも最終的に、なりたくなるけど最終的に身体的が、体的が、体が的を得る結果って同じだから、やってること誰だろうとどういう条件だろうと同じなのかなって。どういうこと。ああ、合法化とも非合法でもやってるよっていうのも結果って同じだから、やってること誰だろうとどういう事件だろうと同じなのかな。出たよ、最初に肯定してでも結果的にとか言ってプロセスや経過は見ないで結果の話はすぐにしたからやつ、結果どうあれ論点は経過の段階に、結果どうあれ論点は経過の段階なのに、結果は全ては結果だって学んできてずっとそうだと思ってくる、プロセスとか経過を見てジン君も含めていろんな人がかっこいいと思う人もいるんだなって。ん、どういうことだ。結果は全てだって学んできた。だから今回の話してるのは、仁さん曰く、まあ、過程が論点であると、結果が論しているわけじゃないよって。プロセスの話ってことね。ああ、そういうことか。だから合法化してやろうぜって言ってるのは、仁さんはなんか、いけすかない。けども、まあ、非合法だけでやりてえからやってるよ、捕まったっていいだろうっていう方が、とは違うんじゃないかって言って、結果的には同じ。身体、体、なんかこれ身体的。体が的を得る結果。ごめん、俺バカだかわかんねえ。身体的ガイル欠。ちょっとこれ、面白いから。意味わかんないな。
体的が得る結果って同じ、身体的が得る結果、日本語がおかしいのかな、俺がおかしいのかな、でも多分俺がおかしいんだろうな。体が敵が身体的が得る結果でも最終的に、まあ、薬やってることには変わんないよねってことを言いたいんだけどね。なんだ、だから合法して吸っても非合法だけど隠れて吸っても最終的にはこうなるよねってことか、こうなるよねって、こうなるよねって、水がなかったらそういうことね。最終的には確かに違うね。出たよ、最初に肯定してでも結果的にとか言ってプロセスや経過は見ないで結果の話をすぐにしたがるやつ。結果どうあれ論点は経過の段階なのに、結局すべては結果だって学んできて、ずっとそうだって思ってきたから、プロセスとか経過を見て、ジン君も含めていろんな人はかっこいいって思う。自分が正しいと思ったんでしょ。意見があるならもっとぶつかってきなさい。君は正しくて俺は意固地になって間違ってることを正当化してるだけなんだから。これは面白いよね。まあそういう、逆にそういうっていう、そういうどういうのってなあね。意見が正しいと思ってんだったらもっとぶつかってこいよっていうね。まあ、違う、ちょっとやり方の違う攻め方。まだ言えることあるけど、このリップのやり取りしてる間かなりのカロリー消費したし、夜ご飯食べてたけど全然口に入らないし、むしろ吐きそうになってからもうやめます。ただ私は結果だと思ってます。これが一番気持ち悪くない？俺はまあそのね、よくわかんないわけよ俺は。その中の論点にはその終わり方はいい終わり方、終わりの終わりはまだいいと思うんだけど、終わりの中のそのここら辺あるじゃん。まあ、ここの、ここはまあ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 、まあ、全ては結果だと思ってますっていうね。まあ、でも俺、結果が全てってちょっとね、空虚なもんじゃのうって、なんか、杯のものはしちゃってるけど、結果が全てっていうのもね、結果は全てじゃないですからね。結果は結果でしかないから。そんな。うん。だから結果は結果なんですよ。全てじゃないんだよ。結果が全てって言うけど、結果は結果でしかないっていう僕のヘリクス理論ですよ。結果は重要だけど、結果が全てではないって。うん、全部なわけねえじゃん。結果が全てなら結果っていうものがあって、ドルルルルって動いて生きてるってわけでしょ。だから結果しかないわけだよ。あーリッツ食べた、あー寝た、炭酸水飲んだ、そのままでゲームしたみたいな、もう全てが0秒で済む世界じゃないけど、思いついたら終わってるみたいになるわけじゃん。その俺超ヘリクスだからこんな理論が生まれるんですけど、結果が全てなわけないじゃんっていうことなんですよ。でも結果は重要だと思うんですよ。うん、だから結果は全てっていう重要性を強調させる一つの表現っていうかさ、結果が全てなわけないじゃん。でも結果は重要。うん、だってやっぱね、結果が出ないと意味ないからね、ビジネスやるにしても。運動だってそうで、あ、どんだけ頑張ったって、その、あれだよね、まあいいとこ、まあいい順位なり、メダルなり取れなかったら意味がないっていうのはね、そうなんだけどな。うん。そうなんですよ。まあそう、でも結果が全てが全てに適用するわけじゃないと思うんですよね。でも結果が全てって言って適用するものは多いと思う。 50% 以上超えるかは分からない。でも俺は物事を全てを知ってるわけじゃないから全てなわけじゃないんだよ。全てって言ってる時点で俺は愚かだと思う。あなたは全ての物語を、物事を知っていて、それでも結果が全てって言ってるのかって話じゃん。俺超ヘリクス人間だからそうだと思うんですよ。だから結果が全ては全てには適用されないけど、結果すごい重要だと思う。うん、でも結果がもう連続的になっていることっていうのは楽しいよね。うん、それって俺音楽っていうのは聴いててもずっと結果の連続だと思う。楽しいし楽しいし、いいな、いい曲だなと思ってるわけで、終わったところでそれが結果って言っても、聴き始めてから結果のようなもんじゃん。うん、結果を聴いてる、結果なんだみたいな。うん、だからその難しいよね。それか、まあ、でも僕は思うにね、僕がね、かっこいい、もし名言を残せるとしたら、人生は過程の連続ですから、結果なんてものは存在してなんかしないんですよ。それは通り過ぎたかった過程なんだと。俺はね、ちょっとかっこつけて言ってみたくなってね。でもどうせこれもね、まあ穴があるんでしょうけど、まあ、それを誰か見つけてやってくださいと。だからその、なんていうんだ、論点。まあまあまあ。なんだろうな、
まあ、結果が全てだって学んできたっていうのも。コッティンさんは俺何なんだろう。手震えてるって嬉しい意味って捉えてるかもしれないけど、本赤で見ても一番上だし、まだ手の震えてもらえないし、あの回は科学人科学人者が私はもはや科学人が普通に、ベーベーベー。うん、なんか正論って難しいよね。でも俺正論ってなんか存在しないとは思うんだよね。でも間違いすぎている論ではないってことだと思うんだよ。だそれは相対的に見たら正論だけど、絶対的に見て正しいかどうかっていうのは分かんない。うん、でも正論って言われるものもこの世の中にもいくつかあると思う。でどういうことだ、難しいな正論ってな。どこまでが正論なんだろうな。コッティンさんが言うことだ。あんまりなんかね、ちょっと文が俺はバカだから難しすぎて分かんないんだよね。まあでもこういう大物の人にこうやってさ、文のディスカッションちょっとね、そら震えると思いますよ。否定されたらカチンってくるわけだしね。うん、でもなんか終わり方的にはちょっとダメだと思う。でもこいつが一番気持ちいい。広くインドア説教を落とす赤って、なんか俺一番気持ち悪いと思うんだよな。うん。ブデブデデ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 すごいね、この人すごい絵文字対応してんな。よく絵文字つけるよなっていうする方。でもこういうのはなんかダメだよね。一番気持ち悪いと思うな俺は。と言いつつ、お尻上に、あ、お尻上ファンダ期待にも送ってんのか。コッティンさんの意見疑問は、この川口って男がいかにブレてるか、自分とは無関係な、ラッパーにまで媚びへつらう人間から表してて帰宅だと思います。フォロワー数が多いだけの勘違いより、あなたは芯がある人。一番きしょいよな、なんか。そう、会話に割り込んでいって言ってくる。こいつは一番気持ち悪いと俺は。コッティンさんは、でもまあまあすごいなとは思う。でも なんだろうな、執着点は分かんないよな。でもその気持ちよくなるって意味で非合法でやるってことは俺はいいことだと思うんで。俺悪い、そのね、マジで全ラッパー的にするか分かんないけど、俺はなんか悪いことしてんなみたいな、うん、俺悪いことしてんなってね、俺悪いことしてんなっていうちょっとした優越感、優越っていうか他の人とは違うみたいな、悪ぶってるっていうさ、っていうものとその薬で範囲になれるわけでしょ。もうバンバンって言うじゃん、ブーンって範囲になるわけでしょ。それってさ、それだったら非合法でやるわって。もう悪いことやってるなっていうのが楽しいって思ってるんだったら、うん、で海外行ったらめんどくさいからっていうのも
どうなんだろうね。でも直接言えないよね、ラッパーなんて怖いもん。俺、スーパー偏見男で、ラッパー全員なんかね、あの人をね、二人殺している人だと思ってるんで、だって、カンさんなんてあの人50人くらい人殺してんじゃん。人斬り抜刀斎もびっくりだよ。いや、本当に人斬り抜刀斎はもっと切ってるかもしれないけど、いや切ってないのか、抜刀斎は。わかんないな。わかんない。歴史に詳しくないから。でも、ラッパー全員俺怖いイメージがあるんですよ。全員怖いじゃん。ね。そもそもなんか、ディスっていう文化が、ね、ディスリーって俺はよく使うけどね。だからなんか俺、ラッパーとは無関係なものだと自分では思ってるから、まあ、ラッパーって一括りにするのもどうかと思いますけど、まあ、怖い存在だと思ってるんで、でもそう考えると非合法でやる意味ってどういうことなんだろうな。ルールでやっちゃダメだよって言われてるけど、まあ、誰にも迷惑かかんないから一生って言ってやってるのか、何なんだろうな。なんで日本でやるんだろうな。違う国でやればいいんじゃないのかなって思うけど、違う国に行くのがめんどくさいからっていう。だったら懲罰もらってる方がマシっていう。でもなんとも思わないかな、俺は。それで悪さしたんだったら、したら俺はダメだと思うよ。それでなんか悪さしすぎたらね。人を30人くらい殺すとかさ、1人でも2人でもダメですけど、1人殺すとかさ、殺しすぎちゃうとか、そういうのはダメだと思う。単に薬吸ってるだけでは、ああ、でもその、闇の組織にチキン提供している、チキン提供っていうね、鳥の提供っていうね、闇の組織はケンタッキーだったって。ケンタッキーフライドチキン、KFC だったみたいなね、なっちゃいますけど、チキンを提供してるんだったらね。まあそういうことで。何なんだろうね、まあ、まあ、めんどくさいからだよね。海外に行くまでもめんどくさいから、なのかな。なんでやるんだろうね。まあ、ルールとして誰も傷つかないからいいかなって思ってるのかな。うん。まあ、捕まったっていいかなって思ってるからやるのかな。まあね、清原さんがシャブやったってね、なんだっていいけどな。だって俺には関係ないんだもん。だってしょうがないんじゃないか、みたいな感じで。だって俺には関係ないんだもん、っていうね。だってその、どんなラッパーがね、シャブ吸ってようが、俺のね、あの日常生活にそこまで、まあね、人は来ないと思うな。まあね、風が吹けば桶屋が儲かるとまではいきませんけど、まあそれに近いね。でも、それでなんかヤクザがね、俺の家襲撃したら嫌ですけどね。ヤクザってあんま言いたくないから、ヤクーザって言います。ほぼ一緒だけどね。まあこのボケっていうのは、レクーザをヤクーザって言ってるだけですから。まあ、ヤクーザがもしね、もうとんでもないね、あの武器持ってきて来られて、それでその人が買ったお金だったら、ふざけんなーってなるかもしれないけど、ヤクザ敵に回したくないなーっていうか、敵に回せねえもん。やだな、もう怖い人敵に回し、怖い人嫌いなんだよ、武力で制圧するしようとするから。もうね、暴力が怖いんですよ俺は。嫌だもん、痛いのが嫌いなんで。痛いの嫌いだからね。すごい飲み方キモいな。コッティンさんの意見が俺はよくわかんないんだよな。まあ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 、結局全ては結果だって学んできて、ずっとそうだって思ってきたから、プロセスとか経過を見て、ジン君も含めいろんな人はかっこいいって思う人、プロセスとかで思うって人もいるんだろうなって、いるんだなって終わっちゃってるっていうことだよね。自分が楽しいと思ったんでしょ。意見あるならもっとぶつかってきなさい。でも俺さ、一言言っていい？この論争無駄すぎない？うん、何の解決もしないし、なんか、まあ、暇つぶしにしかならないよね。だからこれ見てても俺はなんかをひねり出そうとしたけど、何も思い浮かばないな。なんとも思わないこんな論争で。コッティさんの最初の去り方はちょっと気持ち悪いなと思った。でもその結局、まあでも、結果が全ての終わり方、いいんだと思うんだよ。結果が全てっていう終わり方はね、そのいいんだけど、そのなんか、あたかも、そのね、川口仁が悪いやつみたいなさ、まあ悪いやつといえば悪いやつけど、まだ言えることはあるけど、このリップのやり取りをしてる間、かなりのカロリー消費したし、夜ご飯食べたけど、全然口に入らないし、むしろ吐きそうになってからもうやめます。ただ、私は結局は結果だって思ってます。でも何に対しての結局は結果なんだろうな。物事全てに対する結局は結果なのかな。なんだろうな。大きするんが。大きすぎるんだよね、結果だって思ってることがさ。でかすぎやしませんかと。だから物事全てに結局は結果って言ってるのもなんか、おかしいなって思うし。それだとちょっと空虚はせんかって思うんですよね。結果が全てってちょっと胸が苦しくなるんですよ、俺は。まあまあ、結果が全ての言葉、俺が見てる中ではだいぶ多いと思う。俺が見てるかっていうのは、勉強だってそうですよ。
ね、プロレス、プロレス、ね、これ以降は全然ボケません。ボケだってね、面白くできる気がないんで。どんなに勉強頑張ったって点取れなきゃ意味がない。点取れる勉強しなきゃいけない。楽に100点取れるんだったら楽に100点取った方がいいってことだよね。うん。そのプロセスっていうのを見ちゃうのが日本だからね。言うにはやっぱそのプロセスを見てどうこう言うっていうね。まあ、いいプロセス、悪いプロセスありますけどね。お金の調達とかね。うん。楽にお金手に入れるっても詐欺するのはダメだと思いますけど。なんだろうな。合法、非合法で麻薬を吸うのか。でもどうでもいいけどな。でも、吸うんだったら合法で吸ってほしいけどね。日本が厳しいだけだって言っても、日本は日本だからうるせえって話になるわけじゃん。他の海外を見ろって言っても、日本は日本なんだよってね。よそはよそ、うちはうちっていうね、そういう理論ですけど、日本が厳しすぎるっていうのもちょっとよくわからない論ですけどもね、日本がダメって言ってんだけどダメなんだから、違うところで住んで吸えばいいだけじゃないですか、7時代だけじゃないですか。わざわざ日本で吸う理由もないと思うんですよ。うん。ね。そう思いますよ、僕は。そこまでして日本、まあまあまあ、日本で吸うっていうのはすごいなんだろうな。希少性があるっていうかさ、やっぱその悪いことしてるじゃないけど、すごい。でもやっぱ悪いことしてるのは事実じゃないですか。いや、悪いことなのかな。まあ、ルールは破ってるってとこだよね。悪いことっていうのはマナーを破ることだと思うし、マナーっていうのはね、最近ルールとマナーの違い、僕なりの解釈がありまして、ルールっていうのは、まあ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 、ルールの中のマナーとルールのルールがあると思うんですけど、ルールっていうのは作ったやつが得する、もしくは損しないようにできているもののルールが大半なんじゃないかな。でも大半って言っても俺は世の中の全てのルールを見てきたわけじゃないんで。でもその中でルールという名のマナーってものがあるわけですよ。マナーっていうのがみんなが損しないためにあるものだと思うんですね。って言ってすごいドヤって言ってるけど、まあみんなが言ってるようなもんだけど、やっぱマナーを守ればみんなが損しないじゃないですか。みんなが損しないようになるんですよ。大声を出して、そのなんかね、まあ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 、飲食店でグッチカッチ、グッチカッチってみたいな感じで食ってたら、あの周りのお客さんがね、あの悪い気分を害されないと。で、損して、それをやらなければみんな損しないんですよ。マナーを守るって俺はそういうことだと思うんですよね。みんなが損しないように、ね、やろうと。でも、ルールっていうのは、意外に俺たちが窮屈になって、でも作ったやつがもしくは損しないようにできる、もしくは得するようにできてるものっていうね、頭いいやつが作ったものがルールだと思うんで、そういうルールっていうのはね、大麻っていうのは、だからその、直接的に人に被害を出しすぎる、その、わ、目に見えて分かる被害やんみたいなのにならなければいいと思うけどね。でもその警察にお世話になりたく、まあ、刑務所とかにお世話になりたくないわけっていうか、なってもいいかなって思ってるんだったらやればいいと思いますし、そんなね、ちょっと薬やって犯罪者かって言っても、まあまあ犯罪者かもしれないけど、それでもいいかなって思ってるんだったらやればいいと思う。もう俺はやんないけどね。俺はもうなるべくその真面目度っていうか、真面目がないかは分からないけど、タトゥーもピアスもやらないっていうのはね、タトゥーやったとしても俺はここに肉を書きます。大きく肉ってね書きます。僕がやるんだったらすごい後悔するでしょうけどね。肉 GG のまま生きていく。でここに3つ肉って書きます。アホでしょ。肉食いながら魚食ってるってね、ツイッターでね、肉 GG って紹介されますけどね、めちゃくちゃ恥ずかしいな、それな。でも、やるんだったらそれあるから、面白さを求めて。バレるけどな、街で、肉って書いた、やつがいたらな、やるんだったらそれかなって、思ってることにね、まあ、俺が成人して、成人まで生きてるか分かんないけど、お酒飲んで、舌が変わって、めちゃくちゃお魚好きになったりね、するようになったら、それもそれでね、滑稽ですけど、滑稽っていうか面白いですね。一つのね、盛大、人生の何十年かを、使用したコントにはなりますけど。やるんだったら肉かな。うん。髪の毛も染める気ないし、染めるんだったら無色透明かな。うん。真ん中に一本の、細い髪の毛があって周りが透明っていう。やるんだったら無色透明だし、俺、髪染める必要ないと思ってるんだよな。バチバチに。やるとしてもピュア系の優しい色。うん、そしたらなんかさ、お前が髪染めなくてもいいだろみたいな、ゴミコメントが来やがってよ。ふざけんなって思ってさ、なんでおめえがさ、俺の行動を制限しなきゃいけないんだよ。って思ってね、マジ、死ねとか言ったらマジでこれで広告つかなくなるんでね。過激な言葉はね、あんま言っちゃダメなんですよ、もう YouTube では。腹立つなーって思って。ほんとだから YouTube 見てるやつクソしかいねえかな。それは嘘か。まあ、クソが多いよね、でも。
こんなさ、無料で誰でも扱える簡単なさ、脳死サービスっていうかさ、あの、このサービス運営してる人はめちゃくちゃ頭いいだろうけどさ、バカでも猿でもできるようなさ、下手したらね、チンパンジーとかでもさ、チンパンジー頭いいからな。今の日本人の、バカ日本人に比べたら。うん、すごい口悪いな。誰か言いやがったんだよ。まあ、腹立つなと思って。俺が腹立つこと一覧言ってっか。あ、なんか、ジョンヨンワワさんが、小島さんこんにちはとか言って、まあ、生放送は楽しかったんだけど、これはね、コメントされてる時はむちゃくちゃ腹立ちましたけど、生放送で言ったらすごい面白い、なんかね、流れになった。フローになった。で、楽しかったです。パンチライン。パンチライン。ちょっとコメント批評していいですか。杉坂フェノメノンさん、フェノメノンさん、L サイズのポテト3個ぐらい食いそう。誰でも食えんだろ、そんな。なあ、お前、そんな、舌痛くなんだよ、そんなね、バカみてえなさ、あの、バカソルト味を舌に摂取しつ、舌に塗り続けたら食わねえよ、まず。そんな。うん。すごい口悪いですよ、俺、今日は。あと、俺の存在意義に対してね、また話したいこと。いや、でも俺なんかね、すごい成瀬さんに対してね、思いがあって、それをまた動画にしようかなと思って。うん。でもね、スミギウスマエさんっていうね、まあ、スミギウスマエさんっていう人がいて、その人、成瀬さんのファンだから、言いづらいんだけどね。ズン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 、鉄の壁、未来の壁、真夏のストレート、ぶっ飛ばせ、はかり飛ばせ、真夏のストレート、わあ、我こそは、まあ、その、歯磨きフェチ太郎って名前の人が、麻婆豆腐って名前に変わってる。わはは、我こそは、わはは、この体の、わはは、総理大臣。行くもいらぬも、夏が終わっても、真夏はそのまま、直球直球直球燃える、真夏のストレート。切ろう。だから前髪切ろう。だから歩いて帰ろう。のんびり雲が泳いでけよ。よるるでんでるでんでるでんでるでるでるでん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 ではい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとちゃんです。おとちゃん、アニメ。薬やってないですよ、僕は。
池ついた早い池早じゃん。どんま池早なんだよ。レロレロルルリルルルリルルルルルララララララルルルルルル。田原総一郎以前朝生での発言、天皇なんて普通のおっさん、天皇普通のおっさん、天皇はただのおっさんだから、普通のただのおっさんに世界各国の皇室や指導者はこんなお辞儀はしませんって。すごいな。まあこれもなんかね、切り取りだろうがよくわかんないんだろうけど、ベロレロロロレロロ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 ロララララロロ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 んだとろーばば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 ばかか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 か。宇宙人でござるよ。でで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 でうん、それを処方と思ってる。気持ち悪いぞ、お前。な、何が処方だ。お前は人生の処方にも立ってない。人間の処方にも立ってない。化け物なんだよ。瀬戸内チャックノリス少年野球。あ、この人か、チャックノリス野球団って。この木、この子の木、キャ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 キどうしたんだい、ヘイベイベー、バッタカーバッバッバッ。うんちブリ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 、うんちブリ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 、うんちブリブリブリブブブブリブリブリブブリブリブブリブブリ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 。皆さん、ご機嫌、いかがですか？僕の名前は、ゲッパーランドです。皆さん、お元気ですか？僕は、そんなに、うんちー！んだま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 だできるかもと思ってしまいましたが、私生活の事情からやはり動画投稿の際が厳しそうで、無駄に期待するような子もしてしまうし、自分の作った動画を見せない。そんな私生活厳しいんだ。
ばいな。才能が潰されるってこういうことだよな、泥棒さん。あー悲しいな。まあしょうがないよな。うん、しょうがない。できないもんはできないんだから。へえ。わお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 、はい。君もプロ野球選手より稼ぐプロサラリーマンになってみないか。田畑さん自体なんかあれでしょ、炎上を狙っていった発言で、まあだこういう本もちょっと欲しいな。本なんでも読んでみたいや、ペケ。もう暇だな俺は。暇は暇。うんちベリ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 うんち。あー前髪がかゆいかゆい、前髪がかゆい、かゆい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 、かゆいこかかゆいこかかかゆいこ。うんちベリベリうんちベリベリうんち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 ベリベリ、ダプン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 ベリベリうんち、ダプン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 ベリベリうんちベリベリうんちベリ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 うんちベリベリうんちという響きが好きなだけで、スカトロは見たくもない、人の便なんて見たくもない、あのスも見たくもないだけど、ベリベリうんちとは言いたい、うんちベリ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 うんちベリベリうんちのダプンダプンうんちベリ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 うんちベリ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 ブ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 リ。うんちブリブリ石焼きもブリブリ、うんちブリ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 ダップンブリブリダップン、うんちブリブリうんちブリ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 うんちのブリブリうんちでブリ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 うんちブリブリうんちブリ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 うんち、うんちブリ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 うんちうんちブリ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 うんちうんちブリ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 うんちブリ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 うんちブリ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 、よく来てくれた、ようこそ、うんちブリブリブリうんちうんちブリブリうんちうんちうんちブリブリうんちブリブリ。人間としてちょっとな。でもいいでしょ、うんちブリブリって言ったら、うんちブリブリブリうんちうんちブリ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 うんちうんちブリブリ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 ブリブリうんちうんちブリブリブリうんちうんちブリブリ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 うんちうんちブリブリブリうんちうんちブリブリブリうんちうんちブリブリうんちブリブリうんちブリブリうんちうんちブリブリ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 うんちうんちブリブリうんちブリ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 うんちブリブリうんちうんちブリブリうんちブリブリうんちブリブリ。そう本当。でも俺はね、薬なんかやってるやつよりもね、ハイな人間ではいたよね。ちょっと。ちょっと暴れようとしたね、さすがに。これが女性だったらいいのですけどもね。クソデブメガネインキャでは、需要のデの字もありませんから。肩甲骨がね、不肩甲骨になってしまいますよ。拍手拍手、みんな拍手してくれよ、俺の今のギャグで。これが始ま帝国ですね。俺のギャグで笑わないやつは全員幸せになれね。やっぱね、優しいなって。でそれ逆に幸せが嫌いなやつらがここに集まっていたとしたら、とんでもない発言だな。相手に嫌なことを強制するというね、ゴミの鏡ですよ。ゴミ界の王の中の神。どうも、ハイマキヨシオです。でもね、自分のことを、そのなんかね、下げて言うのは謙遜ではないですかね。ただ単に不快な人ですか。
あんま見せたくなかった。おしまい。